そして元日本経済新聞編集委員で韓国や東アジアの政治経済にお詳しい鈴木貴文さんです。よろしくお願いします。お願いします。鈴木さんは自民党総裁選どのようにご覧になってますか？まあ、私は誰が次の首相がいいかというほどの見識はありませんので、誰がどう見てるかという話しますと、もうマーケットは当然菅さんだろうと思います。それはもう株価見れば一目瞭然ですし、はい、菅さんもその後のインタビューでですね、黒田日銀総裁を支持する、もうあれは量的緩和を続けますよというサインでしょうし、まあ、このマーケット的に言えば菅さんだと思います。はい、でもう一つはその中国との対決色を強めるアメリカがどう見るかっていう話で言うと、3人ともそれぞれ疑問を持って見てると思います。で多分一番、危険視してるのが石破さんのことだと思います。で石破さんはですね、7月の9日の会合で習近平主席の国賓訪問、はい、来日をですね、自民党の、外交部会などが、それを批判したことに対して批判してた。で中国の関係にどういう影響を与えるべきかよく考えるべきだって。でこれはアメリカから見たらですね、未だに国賓訪問をやりたがってるのかと。よく見ればですね、安倍政権というのは中国に騙されたわけです。つまり桜の花の咲く頃習近平が行くと、はい、まあ、当初は春に国賓来日という方向で進めましたよね。はい、でその後に全人代をやって、そこで香港国家安全維持法を決める、はい、つまり天皇陛下と習近平主席のツーショットの写真を撮って、その後に香港法を通してしまう、はい、まあ言ってみれば日本を騙し討ちにしようとしたわけで、たまたまコロナがあったからですね、それを日本を騙されずに済んだわけです、うん、それなのに未だにですね、まだ国賓訪問にこだわってるのがいいのか、もう一つはですね、岸田さんも危ない話をことを言ってるなと思ったのはですね、昨日トランプ大統領がデカップリング論を言いました、はい、中国経済とは断絶するんだと。アメリカの経済と中国経済を完全に切り離すんだ、はい、ということですよね。でまさに冷戦の時のソ連とアメリカみたいなもん、はい、で本当にそれができるかどうかわからないけど、それをやろうとして、うん、そちらの方向に行こうとしてる、うん、でそれトランプがそういった6時間ぐらい、まあ、半日ぐらい後にですね、岸田さんが自民党の総裁選のスピーチでですね、はい、自由経済を維持するみたいなことを言ったんですね、はい、それは兄アメリカに対する批判です。あ、これはやっぱりいかがなもんかと思ったろうと思います、はい、アメリカはですね、もう今のアメリカはいわゆるその昔の自由経済を目指しているアメリカではないという前提で考えると、岸田さんの発言はそのタイムリーな、そのトランプさんの発言をもう理解していないというふうに見えるということですか。うん、それでじゃあ菅さんはいいのかというとですね、菅さんこそは習近平国賓訪問をですね、はい、やろうとした安倍政権の番頭さんなわけですから、うん、まあ、今どう思ってるかは言いませんけど、しかしまだ辞めたとは言ってないわけですから、うん、アメリカにとってすごく菅さんだって疑わしい存在だと思います、うん、非常にだから韓国だけ、アメリカは韓国に対してだけじゃなくてですね、はい、日本に対しても疑いの目で見てると思います、うん、まあ、まさにそのアベノミクスもはじめとしたその安倍政権が続けてきた経済政策を、じゃあ諸外国はどう見ているのかという、そのあたりも今日はじっくりと伺いたいと思います。はい、後ほど詳しく伺っていきます。